この露出規制の基準が異なることから、通常グラフィックとは別に存在する規制グラフィック、日本で実装されているグラフィックを通常版とするなら、海外では露出面積の規制により、通常版とは違うバージョンのグラフィックが存在します。ユニコーン規制って言われてもよくわからないよ。ユニコーンたち普通にしてるだけでも海外では規制対象になるんだね。全員がそういうわけじゃないんだけどね。一部の感染衣装は海外で規制対象になってるよ。前回四大陣営の規制グラフィックを紹介したので、今度はその他の陣営の子を紹介するよ。海外では規制されるほど過激な衣装だったんだね。ユニコーン、アニメではオスローの吐かれたり、二次創作では18禁なエッチな絵をよく描かれるもんだから、日本版のグラフィックがエッチだとは全然気がつかなかったよ。アニメの DVD 版ではお風呂の謎の光が消えてすっぽんぽんな姿をさらされていたもんね。さすがユニコーンさん、エロに対する耐性が鍛えられているね。でも海外の感覚だとゲームの通常絵すら過激なんだよ。
ということで規制グラフィック集でした。実際紹介したグラフィックよりも過激な絵もあると思うんだけど、そっちは規制されていなかったり、規制の意味あるっていう絵もあったりで基準がよくわからないよね。まあでも通常版と規制版で雰囲気が変わる絵もあったりで見ていて新鮮だったよね。紹介した規制グラフィックはもちろん海外で規制されたものだから、日本版では逆に見ることができないんだよね。規制版も切り替えることができるようになったら2度楽しめていいのにな。というわけで2回に分けて規制版グラフィックの紹介動画投稿したわけだけど、2年以上間が空くと数がかなり増えていてびっくりしたよ。昔は1回で紹介できていたけど、どんどんエッチなキャラが生み出されているってわけだね。そしてこれからもその流れは続いていきそうだね。何を今更ってわけでしょう。それがアズールレーンの特徴であり最大の魅力です。そんな感じで今後もエッチなキャラの実装を期待しつつ、今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーションアップ、チャンネル登録お願いします。